こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第37回目の流れの歌ちゃんをお送りします。はい、今日は またね、すごいニュースですね。東京で107名のコロナ感染者が発表されました。いやまたこういうことになるとね、考えてもいなかったんですけど、皆さんどうですか？びっくりしますよね。はい、もうせっかくね、全面解除をされて、これから以前のように頑張っていこうと思ってる矢先ですからね、今後の動きを注目したいと思います、ね、はい、今日はね、僕にとってはね、すごく嬉しい一日だったんですよ。それはね、今から30年前、まだ僕は40歳の時に、門前仲町でカラオケロイヤルボックスマイマイクを始めた時に、カラオケファンというその音楽祭ですよね。それに入社したばかりの青年が取材に来てくれた。その時のことを僕もよく覚えてまして、名刺もいただいてました。その方が、名前はですね、ケミタケシさん。僕はケミちゃんって言うんですけどね。その方が、流れさんの企画力が、すごい覚えてくれてまして、4年ほど前にもちょっとお店に来てくれたんですよね。でその当時は、なんか面白い企画、またやってんでしょとか、面白いって言ってもね、毎月、カラオケ発表会をやってますよとか、強いて言えば、朝8時からね、朝カラオケというのをやってるよと言ったことを覚えてますね。そしてね、4ヶ月ぐらい前から、この流れのお母ちゃんを、そのケミちゃんが見るようになったんですね。そして、今年の1月かな、いよいよ社長になったんですよね。今までは編集長だと社長になっちゃった、ね。すごいねって、いくつなのって言ったら59歳って言ったんですよね。いいよね、頑張ってるねってね。で、僕のこのマイクキープがね、30年前から彼は知ってますから、30年前に取材に来た時はこの写真ね、やっぱり注目してくれてまして、これはコロナ対策としてはかなり、有望だと、ぜひ取材をしたいということで今日来てくれました。本来はね、もう社長だからこういった取材は一切しないらしいんですけど、流れちゃんのことはね、自分以外には取材をさせたくないということで、来てくれましたね。嬉しいですよね。この方が、ケミタケシさんですね。カラオケの今の社長ですね。それで一応、お店の中のね、コロナ対策を全部撮影してくれました。で、マイマイクボックスはもちろんのこと、ステージ上のアクリルの遮断板ですね。これにも彼はすごく興味を持ってくれました、ね。そしてね、ここまで行ってくれました。長谷さん、この、マイクケースがね、もし全国から注文されて売れたらどうするのって。それは、そうなるといいよ、ね。でも、商標登録しておいた方がいいですよって言うんですよ。そこまでね、彼が注目してくれたっていうのはね、嬉しいですよね。なかなか簡単に商標登録は難しいんですけど、でも、全国に誰もまだ作ってないってことは事実ですから。すごく、この最近の僕の努力をね、昔からの友達がね、認めてくれたっていうのはね、すごく嬉しいじゃないですか。
ね。だから今日はね、お客さんはいなかった。ね、一人で、本当にこう幸せな感じ。わかりますよね。今日はそういうお話ですよね。それではね、今日のお友達コーナーです。美里のカラオケ誠というそのお客様で、石田さんという方がね、春日八郎の別れの波止場に挑戦してくれますね。聞いてみましょう。石田さんどうぞ。そんなに泣きたきゃ泣くだけよ泣き後で僕は直接石田さんとは会ったことないんですけども、僕のファンクラブの会長の佐伯さんという方が地元のお店のお客様を動画で撮って送ってくれました、ね、もし、こういった形でね、ぜひお友達コーナーに参加したいという方が来られたら遠慮なく、僕の方に、動画を送ってください。はい、それではね、今日の流れの少しは特攻隊の歌なんですけど、ね、タンポポの歌を、ぜひ聴いてください。ステージ版でお送りします。よろしくです。思いを託す花があり、心和む歌がある。枯れて舞い散るその花に、ああとこしえに望みを託す。汚れ知らぬ若者が命散らす前の夜、下宿の母子に歌って聞かせたタンポポの歌。旅立つ空にそっと残した花心。タンポポの花はかわいい、ララララン、春の乙女へよ姿優しく美しく、心は凛しくしとやかに燃えて輝く丘の上、
ゆかし香りのララタンポポの花。タンポポの花に例えて清らかに我が青春の花びらを遠い彼方の遥か彼方の空に捧げ、思いを託す夢があり、愛を抱く人がいる。流行り歌ではないけれど、あの幸せの願いを託す。歌い継がれ50年、嬉しい悲しきいつの日も、慰め励まし母子が歌った、タンポポの歌。旅立つ空にそっと残した歌心、旅立つ野辺にそっと残した花心。はい、ありがとうございました。タンポポの歌をお送りしました、ね。次回はですね、本来ならもうダムに入っててもいいんですけど、やっぱりこのコロナの運のおかげで第一交渉がですね2ヶ月、カラオケ制作がストップしてました、ね。その大幅に遅れちゃってるんですね、新曲の配信がね。そういうわけでまだダムに入ってません、ね。もう結構評判がいいのでね、お前に泣いたという曲を歌いたいと思います、ね。はい、それではね、明日以降、このコロナの動きがどうなるか、すごくこう心配ですけどね、まあ頑張りましょう、ね。はい、ありがとうございました。さよなら。